泥の前ね。あの塾の選手に会われへんのが寂しいんかな。でも不倫はあかんわ。何がええんかな。復活愛って癖になるんよね。なんか変な安心感あるんよね、同窓会みたいに。まどかさん。この人和夫さん、私の彼。え、今日も輝いてるわ。和夫さんもかっこいい。うわ、綺麗やな。この服素敵。ちょっと地味すぎへん。そんなことないよ、似合ってはる。そうかな。まどかさん、AED 使えるんですね。そうそう。さすがまどかさん。やろ。目が覚めた時、天使。女神。あ、そっちそっち。え、こっち。あ、これ書いてあるな。気をつけて。はい。大丈夫？大丈夫です。前の男に若い女はええなって別の女の前で言われてん。ひどい。しかも同い年の男に言われるならまだしも、その男47で私よりも15も年上やってんで。私だったら息の根を止めとるな。あるある。カーペって痰吐くとことか、すぐ眠なるとことか、知らん間におならしてるとことか。それ嫌や。せやろ。まどかさん、これ僕の部屋で一緒に見よう。なんでやねん。私割と可愛いと思うし、性格もいいし、頭も切れるし。やのになんでいつもこんななんねん。心配してんね。和夫さん大丈夫やった？話しているだけで気持ちがつながっている気になれば、それが本物。はい、お疲れ様。退屈してなかった？